世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。幼少期から信じて疑わなかったものが実は違っていて衝撃を受けたといった経験はありますか？サンタクロースの存在や悪さをした時に訪れる鬼など、大人になるにつれ少しずつなんとなく学んでいくものはそう心に残りませんが、信じてやまなかったものが突然否定されたとなれば、そのショックたるや一生忘れられないものですよね。些細な例で言えば、自分の中でずっと読み続けていた漢字の読み方が違っていたことに気づいた時や、お食事券をお食事券だと思っていたなどの勘違い。そういった自分だけの密かな衝撃を経験した人は意外と多いかもしれません。今回ご紹介するのは、外国人は日本のアニメに二度衝撃を受けるという話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では、今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それではまず、あるドイツ人女性のエピソードをご紹介しましょう。ドイツ人である私が日本のアニメに人生で二度も衝撃を受けたという興味深い話をしますね。私たちは子供の頃、みんながテレビでアルプスの少女ハイジを見ていて、それは本当にもう全員が見ていたと言えるほどの人気でした。ハイジが放送される日をいつも心待ちにしていて、放送日には学校から急いで帰っていたのを覚えているし、ハイジを真似て草原で走り回ったり、おじいちゃんの仕事を喜んで手伝ったりしていました。そんな私たちは、このアニメについてのある事実を聞いたとき、まず一度目の衝撃を受けるんです。それは、このアニメを作ったのが、実は日本人だったということ。ハイジは私たちドイツ人にとって馴染み深い国民的な童話ですし、幼少期から慣れ親しんだ作品だから、これを作ったのはドイツ人だと思っている人がほとんど。少なくとも私の周りには、それを疑う人は誰一人としていませんでした。事実だと知っても、しばらくは心のどこかで信じていない自分がいたほどですから。そして、この作品が私たちを再び驚かせるのは、私たちが親になった時。アルプスの少女ハイジは大人気で、ドイツでは定期的に再放送されているから、私たちの世代が産んだ子供たちも小さい頃から自然と目にしています。そして私たち親は不意に、作ったのが日本人だったと聞いた時の衝撃を思い出して、ところでお前、このアニメを作ったのがどこの国の人か知ってる？って驚く顔が見たくて面白半分で子供たちに尋ねるんです。すると私たちの予想に反して二度目の衝撃が襲いかかります。だって尋ねられた子供たちはみんな決まってこう言うんです。そんなの知ってるに決まってるでしょ？日本人よ。早尾宮崎以外にこんなアニメは作れないよって。以上があるドイツ人女性のエピソードでした。アニメアルプスの少女ハイジの原作はスイス人作家ヨハンナ・シュピリが書いた1880年に出版された児童文学で、これは全世界で読まれている名作です。アニメ版は現在でこそ有名なジブリの宮崎駿監督と高畑勲監督のコンビ。さらにキャラクターデザインを手掛けた小田部陽一氏ら主要スタッフが統括プロデューサーである高橋重俊のもと、スイスで約1年間実際に滞在して現地調査を行うなど、当時あったアニメ界の様々な常識を打ち破りながら、それぞれが限界まで頑張り続け作り上げた作品です。1974年、日本のテレビで放送されてから瞬く間に大ヒット。これを受け、1975年にはスペインでも放送され、ドイツでは1977年以降、現在に至るまで繰り返し放送されています。欧州各国の他にも、アラブ諸国やアフリカ、アジアも含め、世界中の国々で放送された世界に誇る日本のアニメですが、エピソードを語った女性が子供だった1970年代当時、日本人がアニメーションを作るとは知られておらず、誰も想像すらしていなかったのでしょう。スタッフたちの綿密な現地調査により、描写されたそのリアルさから、
自国のアニメと信じて育つ外国人はとても多いんだとか。しかし、ヨーロッパ諸国で日本のアニメが広く受け入れられる時代に生まれた今を生きる子供たちにとっては、日本のアニメは常識と言えるほど浸透していたようで、日本人としてもとても誇らしく感じるエピソードでしたね。ここからはエピソードに深く共感する海外の反応を見ていきましょう。海外の反応。この話は本当だよね。僕もハイジが日本産だと知った時は椅子からずり落ちるほどの衝撃だったよ。わかるわ。キャンディーキャンディーもそうなのよね。今でこそ日本の作品だということにすんなりと納得がいくけど、昔は本当に信じられなかったわ。ハイジが日本やタイ、中東でも人気だったなんて大人になってから知ったよ。だからあのアニメは日本が作ってからだよ。僕たちにとっちゃ馴染み深い童話だけど、それを広めたのは日本人の功績と言えるだろうね。アルプスの少女ハイジは今でも私の中で特別な作品。日本製だってことは知らずに見てたけど。僕にとっても特別。毎回必ずおばあちゃんと一緒に見てたんだ。音楽を聴くだけで涙が溢れてくる。国によってオープニング曲が違うんだよ。何かの動画で見たんだけど、アラビア語の曲は面白い感じだった。私は日本のオープニング曲が何度聞いても不思議で受け入れられなかった。やっぱりドイツ語が一番よね。聞くだけで子供の頃の記憶が蘇って胸が熱くなるわ。この話題はとても懐かしいわ。子供の頃一番好きだったアニメよ。不思議だね。こんなにも異なる国の人々が同じ作品を見て育っていたなんて。これを作った日本人は、この作品が世界にこんなにも影響を与えるなんて思ってもいなかっただろうね。今でも放送されていて、現代の子供たちもこれを見て育つんだから。そう、日本製なんだよね。私も数年前に知ったわ。だって、まるっきりドイツっぽいんだもの。子供の頃、ヤギのぬいぐるみを持っていたのを思い出した。ずっと大切にしてたはずなのに、どこに行っちゃったんだろう。早尾宮崎の天才性が伺えるよね。今流行りの日本アニメとは全然違う。僕はこういった昔のアニメの方が心に響いて好きなんだ。何度も見ているんだけど、再放送されているとつい真剣に見ちゃう。この作品が素晴らしいからだと思うわ。以上が海外の人々の反応でした。初回の放送終了後から50年近く経過した現在も、世界中で愛され続けている作品だというのが改めて感じられましたね。ここからは、そんなアルプスの少女ハイジについて豆知識をご紹介していきましょう。一つ目、ハイジは赤毛のアンだった？世界から愛され続ける女の子ハイジ。皆さんご存知の通り、ショートカットで元気いっぱいなハイジですが、当初は赤毛のおさげ髪を三つ編みにした髪型が考案されていたそうです。しかし現地調査をしてみると、三つ編みの女の子が見当たらなかったのに加え、アルプスの大自然の厳しさを肌で感じた時に、ただ笑っているだけの可愛い女の子では生きてはいけないと思い知らされたんだそう。幼くして両親を亡くした5歳の少女が山の上におじいさんと住んで毎日おさげを言えるはずがないとも気づき、より現実的に描こうとショートカットのハイジが誕生したそうです。2つ目、あたい、かえで。アニメでおなじみのアルプスの少女ハイジですが、実は大正時代に原作の和訳版が出版されていました。この頃は外国人名に馴染みがなかったことから、物語の内容は変えずに登場人物の名前だけを和名に変えるという試みがされており、そうして名付けられたハイジの名は楓。作中で彼女は自分をアタイと呼んでいました。ちなみにペーターはベンタで、クララがクラコだったそうです。3つ目、ハイジのあれがない。山での生活が大好きだったハイジは、連れて行かれたフランクフルトで抑圧される毎日を過ごすあまり、ホームシックから無遊病になってしまいます。
眠りながら屋敷をうろつくハイジ。そんなハイジの表情に注目してください。ハイジといえば必ず書かれていたあるものがないのです。そう、ほっぺの赤丸がないのです。元気のなくなったハイジの表情を表そうと、制作陣が細部までこだわった工夫が感じられますね。4つ目、嘘のチーズを描かないで。作中でおじいさんがチーズを火で炙り、とろりととろける様子。これに生唾を飲み込んだ経験はありませんか？この印象的なシーンは大好評だった反面、テレビ局にはチーズが溶けないとクレームが入ったそうです。理由は、当時の日本でチーズといえば溶けにくいプロセスチーズが主流だったため。作中で書かれていたのはスイスのナチュラルチーズなので、本作を真似てプロセスチーズを炙ってみるものの、溶けずに焦げついたなんて話がとても多くあったそうですよ。以上、ハイジに関する豆知識をお伝えしました。当時のテレビアニメは16ミリフィルムで撮影するのが主流だったそうですが、アルプスの少女ハイジはすべて映画と同じく35ミリのフィルムで撮影されていて、近年になってハイビジョン化しても画面が荒くならず、サウンドも当時のテレビがモノラルにもかかわらずステレオで録音してあったため、当時の音源で再放送しても全く問題ないのだとか。ふわっと白いシーツが敷かれた星草のベッドや、ハイジが美味しそうに頬張るチーズやパンなど、思い出すだけで鮮明によみがえる心がワクワクする感覚。地上波テレビで再放送の予定はなさそうですが、CS 放送では毎年8月12日のハイジの日に合わせて一挙放送がされており、各種動画配信サービスでも視聴できますので、秋の夜長に改めて見てみるのもいいかもしれませんね。ハイジが食べていた白いパンにとろけるチーズ、それが食べたくて食べたくてテレビのブラウン管に手を伸ばした子供の頃を思い出しました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。